韓国に留学に行きます。うーん、おいしい。で、その間 YouTube どうするのって話なんですけど、もう何からすればいいの？はい、今日は皆様にご報告がありまして、タイトルにもある通りなんですけど、韓国に留学に行きますなのかもうやっと言えた。早く言いたかったんですけど、この報告をするときは韓国に行きますっていう一言だけじゃなくて伝えたいことがたくさんあったので、今日ちょっとこれを食べながらいろいろお話ししたいと思います。見て、久しぶりにポテトも頼んじゃった。なんかただ喋ってるだけやったらあれやなと思って、ちょっとダイエット中なんですけど、本当に本当に久しぶりに Uber Eats のアプリを開きましたいつから行くのかとか、どのぐらい留学するのかとか、あとはこれからの YouTube とか、今の私の気持ちとかをちょっと話していこうと思います。一旦いただきます。うーん、おいしい。うまっ。やばい、最近こういう系のものは全く食べてなかったから、ほんまに美味しいじゃあちょっと今から話す話なんですけど、なんかいつもは見たい時に見てねっていうテンションなんですけど、まあ、今日の動画もそういうテンションではあるんですけど、今日する話はもうなんか何かしながらでも何でもいいので、最後まで聞いてもらえたら嬉しいなって思います。もうなんか話したいことがありすぎて、何から話したらいいのかって感じなんですけど、まずは大学を卒業してから今までちょっと少し時間があったんですけど、もし私からの報告を待ってくれてた方がいたら、待ってくれてありがとうございました早く言いたかった。私もポテト長っ、最高。もうね、この留学は結構前から決まってたんですよ。けどいろんな申請だったり手続きをして、留学が完全にもう行けますって確定するのがもうほんまこの前決まったので、報告がギリギリにありました。大学卒業してからね、なんでちょっと空いたかって言ったら、私が大学卒業してから一番早く行けるタイミングが6月からだったんです。韓国って留学するってなったら1年に4回タイミングがあるんですけど、私が行けるのがその夏スタート、6月スタートだったので、このタイミングって感じです。で、留学の期間なんですけど、1年間韓国に行きます。で、その間 YouTube どうするのって話なんですけど、 YouTube は大学生の時に大学と YouTube を両立してたように、私も韓国留学をしたくて行くので、もう自分で決めたことやから、もうそれは本当に自分が頑張って勉強も YouTube も両立したいなと思ってます。てか絶対しますけど、なんやろな、これは前も言ったことあるんですけど、なんか頑張るっていうか、私はこう好きでやってるっていうのもあるし、こう最初は趣味で始めて YouTube が、今は SNS で活動して生活をねさせてもらってる以上、お仕事にはなっちゃうんですけど、気持ちはほんまに YouTube を始めた時のままでいたいなって思ってるから、留学しても今までと変わらずこういうスタイルでやっていきたいなと思います。だから、まあ、いい意味で場所が変わるだけっていうかいてる国が変わるだけって感じです。まあ、ちょっとやばい。留学はするんですけど、今まで通り日常 Vlog とかダイエットのこととか料理とか旅行の動画とか、もう何も変わらずやりたいなって思ってるので、これからもゆるーく今まで通り見てくれたら嬉しいです。で、この韓国留学を視野に入れ始めたのは結構前で、ずっとね、なんかちょっとしてみたいかもっていう気持ちはあって、もうその気持ちがあるならもう人生一度きりやし行っちゃおうみたいな感じです。やっぱ人生一度じゃん。それにこうやって何でもできちゃう若いうちってほんまに一瞬で終わるんやろうなって思うから、やりたいことは全部やりたいなって思ったので決めました。 YouTube もそう、やりたいなって思ったから始めたやばいやばい、おいしい。なんでこんなにおいしい。
韓国留学はするんですけど、私の中で韓国留学ってこう人生の中で一回はしてみたかったことであって、まあそれが夢かって言われたらそうじゃなくて、これからね叶えたいこともやりたいこともいっぱいあるから、そのためにもね留学中も YouTube と両立しながら頑張りたいなって思います。楽しみながら頑張れたらいいなって一番は思います。まあそういうね叶えたいことがたくさんあるんですけど、韓国留学に行くからちょっとね遠回りになっちゃうかもしれないんですけど、あーずっと応援してよかったなって思ってもらえるような人になれるように私も頑張るので、画面越しではあるんですけど温かく見守ってもらえたらとても嬉しいです。韓国行ってもこういう何気ない食べてる動画とかを出したいなって思う、そういうことです。語学留学だから学校にね私は通うんですけど、その学校が始まってもないし行ったこともまだないから、どんな感じなのかまだねちょっとね、その学校と YouTube のリズムをつかむまではちょっとあたふたしちゃったりするかもしれないんですけど、 YouTube が止まるとかはきっとないので、そこは安心してもらえたらなと思います。やばい止まらん、ラスト、うん、うん、最高、明日絶対ジム行こう。はい、何からしたらいいのでしょうかって感じなんですけど、1年さ韓国に行くからこの家と一旦さよならをするんですね。だからもうちょっといろいろ準備したいと思う。もう見てキャリーケースもさ、このちっこい機内持ち込みとこのでっかい新しいやつを買ったんです、留学のために。引っ越しです、引っ越し。もう何からすればいいの、ほんまに。まだ全然先は長いです。もう何を持っていったらいいか分からんねんな。とりあえず持っていくものとそうじゃないもので分けよう。もう多分服とかは韓国でめっちゃ買うから、多分旅行でもさもうキャリーバッグパンパンになるのにさ、1年も住んでたらどうなるのって感じなので、もう服はめっちゃめちゃキュッて減らして持っていきます。とはいえさ毎日学校あるから毎日服いるわけじゃん。だからもうこういうなんていう、もうどんな服にでも合うよみたいなかさばらんものだけ持っていこうかなと思ってる。あとはカバンもちょっとねえ、何やったらいいの、ほんまに。ちょっと待って、ちょっと頑張って片付けます。もうこっちの部屋も普段通りで何にも片付けてないので片付けます。汚い。じゃーん、鍋を作ります。もう今日は考えるのが面倒だったので鍋です。じゃーん、こんな感じで入れて蓋をして待ちます。じゃーん、玄米もあります。うん、나 이민영은 이사를 하면은 미니멀 라이프를 살겠습니다.
여러분 이거는 제가 여운이 익스플로러를 얻었는데요. 玉ねぎを大量にくれたんですけど、なんか顔描かれた。いただきます。玄米もちょっと用意しました。うん、玉ねぎ美味しい。ストップなんで桃を大手に受けて自分は味わかすんだよ。あ、오늘또너무어지럽네。제가딱일어나봤더니엄마가꽃게탕을해짠모찌모찌せーの、いただきます。最高、最高、最高。じゃあちょっと卵いきます。はい、これ設定から食べるみたい。卵1個ずつ珍しいんじゃない？2回目ほんまにそれ。じゃあちょっと韓国ゾーグしよう。韓国留学に行きますけど不安はいりませんか？いらん。絶対あまねはいける。絶対絶対に完璧できんか。もう落ち込まへん、落ち込まへんかったけど前だけは向く。やっぱ今料理やったな。辛いの食べれんけど大丈夫。大丈夫、避けれるよ。でも予想外の辛さがある。例えば辛くないって言ったやんみたいな。例えば日本食のカレー屋さんとか。え、だからもう我慢しながら苦痛を味わいながら食べる。え、苦痛味わいの、いやいや美味しく食べたいねんけど。それな。うん、まあでも大丈夫や。けどさ、こんな実感わかんもんなよな。え、マジでわかんでな。うん、バタバタしない。で、ゆうか逆に質問。うん、韓国で行って、うん、まあ旅行とはまちゃうわけや。うん、でも旅行ではできひんようなこと何したい？うん、ベスト3。ベスト3言っていい？うん、うん、あれ PC 版あるあるや。他は、うん、あんま思いつかない。うん、ほんまに思いつかない。何さ、じゃあなんかこれ、これよかったわ、みたいな。むずい。あ、芸能人の。結構あ、それや、うん。ファンミーティングがあったら積極的に行く。なんかおかしいけど。もうそれ休みの有効活用はしていかなくなるな。うんうん。帰ってきて。帰ってくる。韓国の意気込みどうぞ。頑張ろう。うん。頑張って。だから助けてくれよ。うん、すぐに LINE しろ。うん、お化け来ても。わかった。おー、タマ行って。タマちゃん。ほんまに恐れでな。ユウがくれた。頑張れって。ありがとう。使って。これで頑張ります。頑張ろうぜ。